データによるとですね、ワクチン打った人の方が感染率が高い年代もあるなんてことも出ていて、ワクチンの効果というのは非常に疑問視されて、実はの3回目のワクチン接種率が 60% を超えてから全く上がらない。もう日本政府は実は 8.8 億回分買ってしまってるんですが、3億回分ぐらいしかまだ使ってないわけですね。残り6億回分、これワクチン費用だけで 1.6 兆円無駄になりますし、ワクチン接種費用まで含めると3兆円ぐらいですね、無駄になってしまった。逆に言うとこれ打ちまくれば、チャリンチャリンとその医療関係者の懐に入りますから、なんとしてもですね、このワクチン接種を進めようということで頑張ってると思いますが、もう変異も進んでますし、ワクチンそのものの有効性下がってるのに皆さんもう分かりきってるので、国会が本格的に開かれることになると、ワクチン9億回分買って、その差がどれぐらい生じたかということは大議論になるのは必至だと思いますね。ニュースオペードスタートです。